い、どうもこんにちは、犬神と申します。今回はですね、ドラフトスカウトで追加された東浜の方を狙っていきたいと思います。まあ私東浜はですね、バトスタ、まあ、ウルトラの方で出るって、まあ、信じてるというか、まあ、半ば決めつけているんですけど、まあ本当はドラフトスカウトなんてね引きたくないんですけど、まあ今回ちょっと引いていきたいと思います。でまあなんで引くのかっていう話なんですけど、私今ハオリーグの方をですね純正銀枠目指しておりまして、まあいち早く東浜継承してスピを上げたいというのがあります。であとはそのバトスタの方で、まあ、出るって決めつけてるとはいえ、まあ、万が一出なかった時にこのデフォ全同値の東浜を最終的に取り逃すっていうことは避けたいんですよね。まあミキサーとかしてどうしても当たんなかったとかってなって、このデフォ全同値逃したらね、マジ悔やんでも悔やみきれないので、まあそういったいろいろ理由をつけて、まあ今回引いていきたいと思います。であと相変わらずですね、B ランクが枯渇していますので、ドラフトスカウト一応ね一連お得に引けるのでまあそれもありかなっていう感じですね。すんげえマジで理由つけてるだけですけどね。あとピックアップされてる自チーム A がデスパイネっていうのも結構大きくて、まあ排出停止になる前に集めておきたいという感じではあります。さあいきなり10連目から S ランク来ましたが、バットは当たらなく自チーム演出はない。今通常の S で持ってないのは東浜だけなんで、演出が来ればもう東浜確定なんですけど、どうすかね。マジで終わったら動画どうなっちゃうんだろう来ない、ここじゃない、ここでもない、ここ、うっ、さすがにドラフト一発で引いたことないですよ、初めてです。しかも A ランクもザクザク出たし、え、やば、まあ、さらにおまけの最後も出た、なんじゃこりゃ。デスパイネも引くっていう理由付けはどこ行っちゃったんですかねはい、終わりました、ありがとうございました。はい、前回東浜を引いてから数日が経過したんですが、菅野もちょっと回収しておくことといたしました。なので、リセットして引いていきたいと思います。でまあ、今回なんで急に菅野を、確保しておくことになったかと言いますと、ついこの間ですね、最強戦の日程の告知がされまして、スピちゃん最強決定戦ですね、まあ、記念大会の方が、まあ、3月に、やるもんだと思ってたんですけど、なんと1月の末に、決定いたしました。で私はそこで一応ベスト9をね目指していたんですけど、もうベスト9タイトルホルダー全取りして、4200だけでオーダーを組むような、予定でいたんですけど、まあ、1月の末の開催になりますと、まあ、多分1段しか絡まないんですよね。でそうすると通常とか OB とか、まあもうどうにもなんないですが、OB あたりはですね、アニバーもちょっともう無理ですし、スパークやバトスタとか、まあ、そこら辺いろいろ組み込みながら、作っていかなきゃいけないような感じになるんですけど、S 来ましたね。これまた菅野これで急に引いちゃったらすごいですけど、どうだ、あー、さすがに甘くはないけど、またいいとこ引きましたね。でまあとりあえず投手もね、全部4200になるわけじゃないので、なるべく投手コンボ全出ししながら4200を組み込みたいって考えた時に、まあデフォルトで請求スタミナが AA 同値で、まあ 全同値もいける菅野はかなり必要になってくると思うので、まああとで取り損ねるぐらいだったらここで確保しておこうという運びになりました。まあただ全然 OB とかはね、もうまあ1セレもそうだし、これから来るダルセレもそうなんですけど、
まあ、そもそも母体を確保してないわ、称号全然やってないわ、でも完全なオーダーは作れないんですけど、まあ、それでもなんか結構勝手に揃った選手とかも結構いるので、そこら辺うまく組み込めばなんとか戦えるんじゃないかなということで、はい、ちょっと、菅野は確保しておこうという運びになったんですけど、一応まあそういう日程のちょっとね、予想外の日程変更があったので、まあ、変更というかね、予想外のスケジュールになっちゃったので、あの純正でミドルリーグの方にも出ようかなって考えたんですけど、ちょっとね、組んでみたら結構スピーが届かないんですよね、多分上限に。あのなるべくコンボモリモリでやっていこうかと思ったんですけど、さあ S 来ました。そうするとちょっとね、やっぱ最新を結構組み込まないと、スピリッツがちょっと足りなそうなので、まあ、結局ミドルになるかもしれないんですけど、まあ12球団のトップリーグで出ることも考えて、ちょっと並行して準備をしていこうかなという感じですね。さあどうだ、これは自チーム枠ですね、多分。まあね、なんかすげえ、多分自チーム B 枠があるんだけど、すげえ同じ B ランクめっちゃ出たな大勢大勢&中田って感じですね。まあ、正直東浜の時の引きが良すぎて、こっちでまあ沼るんだろうなとは思ってはいるんですけど、まあ正直折り返しぐらいで出てくれればもう御の字なんですけど、さあまあね、これ自チーム演出今のところ全く来ないですけど、結局来たところで巨人結構未勝利も多いので多いので、そうなのよね。まあ、つっても結局演出もない上に外してましたね。まあでも S 自体はね、これ S も全然引けずに沼ること結構多いんで、まあある程度引けてるのは嬉しいところではありますね。どうしようかな、巨人の S がまばらに集まったら途中でもミキサーしちゃうとかもあるかな。いやーでもなー、せっかくここまで引いといてですからね。自衛が大量に出ましたね。ただそうですね、一応トコダも結構欲しいので、絶妙なところで一投だけ残ったらトコダに使っちゃうみたいなのもありかもしれないですけどね。まあさすがにリセットして狙いに行くほどではないのでね、やっぱ欲しいっちゃ欲しいんですけどね、ちょっとそこまではちょっとって感じですね。いや、統合率高いな、 A とS も出たし、 A もまあ統合もね4200出るんですけど、まあ1段で出てくれて、かつ組み込めるかなっていうちょっと微妙なとこなんですよね。お、来ました S。そろそろ演出くれてもいいのよ。ちなみに結構すごいのがオール B が1回もないですね。さすがにオール B だったらちょっとスキップしようかなと思ってたんですけど、今のところ1回もない。さあ引けるか。まさかのエース枠をここで引いていくという。まあ、加藤もこの写真結構欲しかったので嬉しいですね。まあ、トコダの方がより欲しかったですけど、オール B 回避いいですね。ねえ、まあ、一応相変わらず B ランク回収も名目にはあるんですけどね、まあ、
かといってだからオール B でもいいよとはならないのでね。ちなみにちょっといろいろ話したいことを話しててスルーしちゃいましたけど、最初の方に近藤と太田の S が出ましたけど、あ、S ね、A が出ましたけど、地味にかなり嬉しいですね、そこら辺は。お、ついに回収してしまうか。危ねえ、飛びましたね。最後の最後で飛びました。はい。ただなかなかにちょっと一等の回収に時間がかかっております。まあできれば折り返しぐらいまでに本当引きたいんですけどね。お、これなんか演出あったっけ、全然見てなかった。ついにオール B やらかしたか。ちょっと分かってなかったので、あー、なんかでもオール B っぽいっすね。さすがに来たか。よくここまでなしで耐えましたね。うん。お、そしてここでさらにやらかしか。やらかしましたね。これは飛ばしましょう。と思ったらなんだよそれ。しかも2枚引きなんかい。いや3枚引きなんかい。いや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 。え、完全に無演出で3枚引きってどうなってるんですか。もうすごい締め方よくわかんなくなっちゃいましたよ。はい。オール3枚ともニューで、はい、締めくくることができました。いやいや、完全無演出で3枚引きってちょっともう言葉が出ないですね。はい、はい、じゃあそんな感じでね、ドラフトスカウトの方やっていたわけなんですけど、まあ結果的に198連でSランク8枚も引けて、うち2枚が1等を打ち抜けているということでね、相当いい引きだったんじゃないでしょうかね。まあこれから目標に向けてですね、育成含め頑張っていきたいので、また応援ですね、よろしくお願いいたします。また高評価とチャンネル登録も合わせてお願いできればと思います。では、ご視聴の方ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。